まず今回6期目っていう谷本知事の表明がありました。で6期っていうと今全国最多になるんですね。で長いと何が悪いかっていうことなんですけども、基本的に長くてもいいものであれば僕は問題ないかなっていうふうに思うんですけども、やはり長くやっているといろんな問題が出てきます。で特に議員と違って知事や市長っていうのは権力が本当に集中するんですね。予算の権利であったりとか人事権であったりとか土地の使用権だったりとか、まあ、本当に全ての利権というか権力が一人の方に乗っかって、まあ、要はアメリカで言えば大統領みたいな形になるんだと思います。でやっぱり大統領も2期8年ということが決まっているように、長くやっているとやっぱりいろんな問題が出てくるし偏ってくるという中で、現在は、まあ、石川県でもそういう状況がどん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 生まれているんだと思います。問題、1兆2300億という話がありましたけれども、現職の知事が就任してからやはり約8000億円ぐらいが借金が増えたという状況になります。この20年間で、実際景気がどんどん低迷してきたときに谷本知事というのは就任されました。で全国的な数値を見てみると、まあ、全国的にどん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 公共的投資を下げているときに、そこから5年間ぐらいは実際石川県にずっと公共事業の投資が上がっていたんですね。そのことのつけが今現在大きな、まあ、財政的なつけになっている状況にあります。で、あと県議会との関わりっていう問題、共産党を除くオール与党で今の現職知事を支えています。1回目の選挙は、まあ、2つに分かれていた、まあ、自民と民主系で分かれて選挙をして、民主系の応援で谷本知事が当選したんですけれども、2回目以降は共産党を除く政党といっても、まあ、自民、民主、社民党あたりに、まあ、数千万単位のお金が出ています。でこれは推薦をもらった政党に対して知事の後援会から支出されるお金であります。これは基本的な活動費という形になると思うんですけども、ただ私とか、まあ、一般的に見ればやっぱり選挙を応援してもらう推薦をもらったところに対してそんなに小さなお金じゃないんです。数千万単位でお金を入れていくというのは常識的に考えられないし、ある意味お金で票を買っているんじゃないか、違法にはならないんですけども、道義的に本当に問題があると思っています。でそのお金がどうやって使われているのかが私は分かりませんけども、まあ、そういう政治やっぱり変えていかなくちゃいけないなというのが根本にあります。で僕自身は市会議員の時も県会議員の時もなるべくお金を使わずに、ほとんどボランティアの方だけで選挙をしてきました。だから議員になってからでも、まあ、給料とそして政務調査費というものだけで、まあ、それ以上の献金をもらったりということも今まで1円ももらったことはありませんし、する必要もありませんでした。
ただ、まあ、こういう形で選挙にお金のかかる、まあ、これは議員だったり、副議長だったりという方々は、やはりお金を集めなくちゃいけない。で、僕自身も今回の、知事選挙、実際、立候補を全く予定してませんでした。1ヶ月前に、約1ヶ月前に、まあ、まだ、もんやりと多分思っていなかった状況です。でまあ、11月の、まあ、2日前くらいに、岡田直樹さんが、あの当時、立候補するという噂が流れて、まあ、本人もかなり気持ちになってきて、で、周りの自民党の議員もやれやれっていう形の中で、かなりの形が固まってきました。で僕自身も、あの岡田直樹さんするなら、まず帰るっていうことを大前提に、まあ、頑張ってくださいという話をさせていただきました。まあ、ただ、実際は立候補ができなくなり、でそんな中で、まあ、このままだったら、現職の知事と共産党と、まあ、直接対決みたいな選挙になってきます。当然、まあ、選択肢というのは少なくなりますし、県民の意識の中で、また県知事選挙、投票に行かないという状況になってくると思います。前回、あの桑原さんという方が、民主党を出られて、無理やり立候補して、投票率が 8%、9% 近く上がりました。まあ、しかし、まあ、今回そういう本当に共産党との直接対決の選挙であればもっともっと下がるでしょうし、そんな中で変わらないまた石川県が続いていくっていう、でこういうことを僕自身がやっぱり何とか変えていかんなんなっていう3年間ですけども、まあ、県政を見てきて変えていかんなんなっていう思いの中で、まあ、本当に誰か出ていただければ、思いのある方が出ていただければ一緒に選挙がしたいなという思いで、いました。まあ、ただ、なかなかそういう方が見つからなくて、その時にちょうどうちの嫁が、医療電話を買ってきて、まあ、あんまり僕実は嫁と月に3回ぐらいしか顔合わせてなくて、あの仲がいいんですけども、あの嫁も夜、まあ、中心にちょっとあの東山で仕事をしてたり、で僕自身もあのかなり忙しい形ですれ違いっていうことがあって、まあ、こんなに会って何も話すっていうことはないんですけども、まあ、夫婦仲はあの良好であります。で、まあ、ちょっとあんた来てるっていうことで、まあ、ちょっと呼び出されて、あの何の話なんかなっていうことで行ってみたら、知事選挙をどう考えとるかと。で彼女自身もいろんな経済界とか顔を出しながらいろんなことを言われて、あんたの旦那どうするんかいねと、誰か出すんかいね、出るんかいねっていう話があって、でそんなことを聞かれながら、僕は言われて、あんたどうするかと、どうするかって、まあ、今誰かを立てて一緒に選挙したいと思ってるっていう話をしたら、まあ、にあんた出てくるんかいねっていうことが本当に嫁さんから言われたんですね。で、ちょっとびっくりして、なんで俺が出るんって、出れるわけないないと、まだ任期も残ってるしっていういろんな話をしながら、じゃあ出れあんたが電流を私に言ってみっていう話になりまして、で電流っていうと、あの僕自身、まあ、県会議員としてまだ任期が1年間以上残っているということで、そこに対して応援してもらった方に対してやっぱり説明責任であるとか、そこのしっかりとした責任を果たしていないという部分が一つで、もう一つは県議選で応援してくれた方が、あの僕を知事選に立候補させようと思って応援してもらったわけではない。でこの2つで、まあ、その他の理由を考えたら、まあ、個人的な理由があって、まあ、今回、まあ、知事選に立候補して、まあ、落選すれば当然今県議の議席というのはなくなりますし、まあ、その分所得も当然なくなりますし、もう一つ実は去年、あのこれも個人的な理由で、あの僕の住んでいた家、うちの父親が住んでいた家が、あの時間が沈下して固まったんですね。でドア閉めても開いてくるような、でお風呂入ったら布団のお風呂のゆつぼが割れたりとか、
もうさすがにこれ寸取りなっていうことで、あの家を建て替えました。で、今まだ工事中でローンが始まっているんですけども、まあ、水上でも考えたから、まあ、もし職なくなったら、それ払うのも大変やなっていう、まあ、そういう話をしてたら、よくよく考えたら、まあ、最初の2つの、まあ、僕の任期で残した問題であるとか、知事選挙を出るために応援してもらったわけではないっていうことは、僕を応援してくれた方っていうのは本当に利害関係なしで気持ちだけで応援してくれた方ばかりなので、多分話せば分かってもらえる、説明すれば分かってもらえるなと、まあ、あとの後者の部分は僕の個人的な問題であって、まあ、今体も元気ですし、もし何かあっても何してでも、まあ、飯は食ってやろうなと。でそんな中で頭が少し切り替わりました。でそこから、まあ、本当に自分が出てっていう思いが少し出てきまして、でいろんな方に相談をしながら、まあ、実際候補に向けて、考えていくってことが始まりました。で本当にまだ1ヶ月ぐらいしか経ってない前の話ですね。でただそれでも自分の中で頭が切り替わったって言っても、やっぱり葛藤がありましたし、もしかしたらやっぱり全て失うかもしれないという思いもありました。でも僕自身がこれまでやってきた政治活動の中で、まあ、知事選挙というのはある意味今回その流れの中の一つなんかなと、正しいと思う政治を貫いていくための一つの、まあ、活動の一つに過ぎないかなというふうに感じ始めました。まあ、結局は直接投票という形で、まあ、地域であり県議であり国政であり知事選挙であり、まあ、エリアとか、まあ、取らない票は違いますけども、やることは基本的に同じでありますし、今までやってきたことの延長線上として、まあ、多くの皆さんに今の石川県の問題を私自身が候補者になることによってきっと知っていただくこともできますし、その中で新しい石川県という部分をもし作れるんであれば、可能性があるんであれば立候補してもいいかなというふうに本当に考え始めました。で実際決意をして、先月の26日に、県庁で記者会見をしました。その日の朝、起きてトイレに行って、まあ、小さい方ですけどもしながら、本当に立候補するのが頭の中でちょっと不安がふわっとよぎったんですけども、うん、まあ、実際はちょっと体調も壊していたり、頭が痛かったり胃が痛かったりということがあったんですけども、まあ、記者会見を終えたらもう完全に治りました、吹っ切れました、はい、で今は本当に元気できっと選挙が終わるまで倒れることもないんやろうなと思ってでとりあえずはまあ体は元気ですし、で今思うことは政策的なことは実は1月の16日に発表するということで、要はマスコミ数社出ますので多く語れることはできないんですけれども、本当に明るい石川県を作っていきたいと思います。今新幹線の開業も1年後に迫って、そのためのまちづくりであったり受け入れであったり、そのことが中心に行われています。で僕らの世代というのは今42歳ですけど、やっぱりその先のこともしっかりと考えなきゃいけないし、10年先、20年先、2020年の東京オリンピック、でこれはやっぱり東京だけの問題ではありませんし、それまでにしっかりと金沢、石川県というものを世界に打つことによって、その流れがまずこちらの方に来るかもしれません。人口はどんどん減っています。金沢は今まだ少し農率も伸びている状況ですけども、石川県全体では人口減少という社会が始まっています。高齢化の社会、これ間違いなく続けます。その中で活気ある地域、そして今金沢と能登と加賀と見回してみると、やっぱりかなりの格差がついていることは、地域から格差がついていることはこれは間違いありません。その格差を解消しながら全体的に盛り上げていく、そのことを私自身の頭だけでは考えることができないので、今いろんな有識者であるとか、経済界の方から知恵をもらいながら、今回発表するマニフェストを今作り上げている途中です。
16日に、発表するのは、マニフェストの基本的な骨格だったり僕の思いであるものを出していきたいと思います。その後、残り3回に分けて選挙の、2月21日の、告示までに全て各政策をまとめて、示していきたいなと思います。でこれまで、マスコミの皆さんにはところどころにというかほぼ全て補選批判の川雄一郎ということで、ちょっと書かないでくれって言われても書かれてくるんですけども、補選というのは私問題はやっぱりあると思ってるんですけども、批判だけではなくてしっかりと現状の問題点、補選以外の問題点としてありますし、その中で石川県が県民が本当に幸せになるように皆さんがここに暮らしてよかったという石川県を作り上げるために頑張っていきたいと思います。個人的な公約というのもいくつかあります。まずは、知事の退職金、これは私自身配信にしたいと思います。今谷本知事、5期目も終わりますけれども、終わると全て受け取った金額が、2億円を超えるそういう関係になります。本当に多分民間の感覚だと考えられないし、その2億円どうするんやってほしい。当然1期目やれば終わったらまた退職金がもらえる。これは県財政が本当に豊かであれば、私は対価としてもしかしたら受け取ってもいいかもしれないですけれども、これだけ厳しい状況の中でそういうものはやはり配信しなければいけませんし、もう一つは、知事公舎の問題。広坂から、今の倉敷に知事公舎が移転、県庁が移転してから今10年が経ちました。当時の広坂の近くに、知事公舎というのがあります。そこから今知事は、公用車に乗って県庁まで通っているわけですけども、その知事公舎も廃止をしたいと思います。ただ住んでるだけではなくて、当然そこにいろんな管理がかかったりして、これ20年間で約5億円を超える管理費がかかっています。でもう一つは、今退職金と知事公舎という話をしました。もう一つはこれやっぱり発展の自粛条例、3期12年ということを縛りをつけている自治体かなり今多いと思います。私自身でも縛りをしっかりとつけて自分の公約として発展の自粛は各県民に訴えていきたいと思っています。これは私個人的な公約の中で示していきたいという思いの一つなんですけども、その他政策的には今話っていることは原子力の問題で、自分自身はもともと原発には本当にあんまり関心がなかったというか、福島の第一原発の事故が起きるまでは安全神話というものを信じていました。他国で事故があっても、日本の技術であれば大丈夫だろう、そういう安易な感じが本当にありました。もっと本当に反省して、で実際に 3.11 が起こって自分自身も福島の第一原発そこに足を踏んで、その近くに住んでいた人、もう土地は奪われた人、そういう方の生の声を聞いて、本当に人間の力ではコントロールができない、こういうものを実際僕たちが住んでいる石川県の中にもあります。特に多摩であれば海の方も関係してくると思います。 100% 安全であれば再稼働というのは私は経済というものも考えていいかもしれませんけども、 100% 安全ということはありえないと思います。何があるか分かりません。これ自然災害もそうですし、テロの標的になるということも十分考えられます。経済という部分は大変重要ですけども、まずはしっかりと県民の生命とそして生活と安全と守っていくという観点に立ったときに、原子力発電所というのは、今後は廃止に向けて活動すべきだなというふうに思っています。で今東京でも都知事選挙で元総理の細川さんが脱原発を掲げて
まあ、どんどん立候補するという状況になってきているかと思います。で、小泉元総理と組んで本当に東京からもしかしたら今回立候補することによって原発日本の依存に向けて脱却する日本が始まっていくのかもしれません。で、原発に関しては一昨年私たちは国連に行って、学んできました。国連 あのエネルギーの担当の方から話を聞いてきた中で、本当に今日本にある原子力村っていうものが、まあ、権力の塊に集中している流れているそういうものがあるんですけども、各国にやはりそういうものがあって、どこの国も問題があるって分かっていながらなかなかやめれない実情だと。ただ、今回の日本の 3.11 を受けて、
自身、本当にまだ何の力もありませんけれども、正しいと思うことだけをしっかりと貫いて、今回の選挙は、厳しいということは重々承知で、立候補を決めました。ただ、決めてから本当にたくさんの方に応援をいただいてきますし、毎日毎日いろんな方から頑張れと協力するという声がかかってきています。本当にありがたいことですし、この輪をしっかりと3月の16日の投票日までに広げることができたら、もしかしたら勝てるんじゃないかっていう希望がどん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 今広まってきているというのが私の思いです。もし知事になったら、実は僕知事になりたいと思ったこともないし、今でも知事になりたいと思っていません。ただそこに行かないとできないこと、変えられないこと、そのことがありますので、今回は立候補してしっかりとして自分の責任を全うしていきたいなというふうに思っています。まだまだ若輩で頼りないということも言われますけれども、今回の選挙は、僕一人だけ